大学生の時にタバコを吸ってる時にひろきさんいつもあタバコが落ちてると言って人のタバコを取っていました。社会人が学生からタバコをもらっていて恥ずかしくないのでしょうか。あれだよね、あのなんか社会人は学生より偉いとか、そのなんかどうしてそういうプライドを持ってしまったんだろうね、この古川君という人は。例えばさ、じゃあ学生でさ、アラブの石油王の人がいたとしてさ、なんかその人がこう1万円とかを落としたとしてさ、なんか多分こう全然こう大したが損失じゃないから、まあもらったりするわけじゃん。でもその時になんかその恥ずかしいとか全くないと思うのね。だって相手アラブの石油王だもん。でその僕タバコ買い始めたのって10年経ってないかな、まだ5年ぐらいだと思うんですけど、あの海外にちょこちょこ行くようになって、その成田空港とか羽田空港とかでタバコを買うと安い、半額ぐらいで買えるんですけど、免税なので。なのでそういうところで買うようになってタバコを買うようになったんですけど、それまでだから30代までは基本的にタバコはもらうものだったんですよね。でそのなんだろうな、みんなタバコ持ってるじゃん、で僕持ってないじゃん。そうするとタバコを持ってる人と持ってない人の上下関係でいくと、その持てるものが持たざるものに与えるっていう、その人類普遍の法則的にいくと、僕は持ってないものなのでもらう側であるのは当然じゃないですか。だってタバコ持ってない僕があげることはできないもん。お疲れ様でした。